YouTube チャンネルで、テロップ、要は字幕を入れるっていうことをね、設定できます。編集できますので、お伝えしていきたいと思います。自分の、YouTube チャンネル開きまして、右上のアイコンをクリックすると、YouTube Studio というのがありますので、そちらをクリックしてください。はい。そして左側、ダッシュボードから下のところに字幕ってありますので、クリックしてください。そうすると作られた動画がありますので、例えばこちらの動画をクリックします。はい。でその中の編集というところをクリックします。はい。そうすると AI がですね、私が話した内容をこうやって字幕でこう、はい、あるんですね。でこのようにセクションごとに分かれてるんですが、ここにねえとかってこう書いてますね。こういう言葉までありますので、この辺は編集できます。で、全部が全部正しい文字に編集できてませんので、手直しは必要になると思います。こちらを公開にします。はい、こういうような形になっておりますね。っていうことなので、テロップが最初なくても、YouTube 上で編集はできます。ただしなんですが、こちらの方重要でして、見る側の方が、要は字幕設定がオフになってるとこれ出ないんですね。字幕設定をオンにしていくということをお伝えしたいと思います。では先ほど編集した、動画をクリックすると、この画面の右上の3つの点をタップします。そうすると、こちらに字幕オフってなってますが、これを字幕オンにします。日本語で、はい。そして、再生するとどうなるかって言いますと、はい、ちょっとこのような形でね、パソコンとはちょっと違う字幕がこうやって出てきます。はい。で、最終的に何が言いたいかって言いますと、パソコンで見る場合と、スマホで見る場合が違いますので、基本、テロップを入れたい場合は、YouTube で編集するっていうのよりも、ちゃんと自分で、テロップを入れた方がいいというふうに思います。はい。ということで、今日の動画終わります。レッツ動画。